い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきましょう。次は8話ですね。銀河系恒星グリーゼ581近海、もはやどこだ。ヤマト医務室。いや、そんなに状態は重いのか。手術か。医療設備的にはどうなの？そういう手術もできるんだ。大和航空待機会室。ガンダムの意味。ガンダムマニアかいって。あ、そういうことなんだ。いや、本来はそういう意味じゃないんだけど。自分で誘えばいいじゃないか。
第一環境。もう分からん。わけが分からん。これはいつもと様子が違う。まさか異空間に閉じ込められた、そういう系だな。これはワープを継続中の模様。1ナノ秒を認識している。自動広報室。ヤマト自動広報室前。こいつがいるね。女の人が出てきた。自動広報室から。第8話、大宇宙の墓場。一応ワープは終わったんだ。レーダースキャナーともに反応なし。次元の狭間。未確認物体多数。船の残骸。宇宙の猿合奏。11時の方向ガミラス艇。 L クラス巡洋艦。ガミラスからの使者。ヤマト格の子。ガミラス人。
肌が青い。肌ってどうやって決まるんだっけ、肌の色って。日本人は基本的に黄色人種じゃないですか。そちらの言語を翻訳できる、すごいな。これはテロンの船かって。いや、そんなこと言われてもテロンってなんだよって感じになるよね。階級は少尉だって。階級までも一緒っていうところがすごいよね。動画ミラス人、大和航空隊控室。格納庫で昼寝できるんだ。ニュータイプ。むしろイノベーターって知ってるかって聞きたいよね。
ああ、人が変わったんだ。目合作戦デビューかな。高校デビューとか大学デビューみたいな感じで、目合作戦においてデビューするみたいな。ナンパってのは難しいもんだなって。ナンパが簡単に言ったらさ ストライクゾーンに入った球をとりあえずフルスイング。ああ、機械には理解できないか、そういうのはやっぱり。波動砲。ああ、なるほど。こいつは怪しそうだね。
波動砲を使用する。了解。艦首を目標へ向けます。はい、開けます。放水注入器作動。最終セーフティー解除。ヤクス内タキオン粒子圧力上昇。ターゲットスコープオープン。艦首軸線に乗った。タイショック対先行防御。レンエークロスゲージ0度20照準固定。発射まで3、2、1。波動砲発射。タイ未確認機。これは？とりあえずこいつらをぶっ倒せばいいのか。全員だぞ。移動も反撃もできない。あんまり遠くに行くとさ、なんか戻れなくなりそうだよね。式内で戦った方がいいかな。これはなんだ本当に。 R やぶなんだか分からんな。ユニットの説明とか見れるか分からん。オリジナル系の機体なのかどうなのか。1、2、3、4、5マスまでは大丈夫か。これ移動するときにさ、指揮範囲がどこまで及んでるかっていうのをこうやんないと見えないのか。ここだね。じゃあここを中心に組んでいくか。で一応援護があるからこいつはここに置こう。でこいつはここに置こう。感じの
よし、こんな感じで追撃をしていこう。範囲内で戦った方が良さそうだね。ヤマトは即攻撃はできないんだ。ティエリア、ビッグキャノン。容赦はしない。敵を消滅させる。さすがに。ヤマト応接室。
戦闘機の機所詮戦闘機だからね。でも撃墜だからね、撃墜されなきゃいいんでしょ。ソードビットにも届かないか。なるべく届くやつから攻撃をしていこう。スーパーロボット系は特にね、射程が短いから。こいつはやけに龍馬のことを気にしてるよね。何なんだ。少々荒っぽく行かせてもらうぜ。あとはゲルカスト攻撃できるのはオメガレーザーだけか。しかも4000、援護が入ればいけるかな。スラッシャーが使えるようにこちら倒そう。勝率は 50% だが、100% に引き上げる。いや、勝率 100% でしょ、どう考えても。しまった、援護攻撃しとけばよかった。先にザンバスター、やるしかないんだから。破壊する。
タービームだ。の機械がポジトロンカノンセット。非常時固定します。バッチリだ、行くぜ。最初から第2メッセージ上の戦闘力を確認で、全員ボートかな。ま、狙われたけどしょうがない。しますかね。こいつまだオメガレーザーしか使えねえし、これはもうゲッターストライクでいいでしょ。相手がメカならぶっ壊すだけだ。こいつでしまいだ。うわーや、遠慮はしねえ。連弾撃ち尽くせ。ねえだろうな。
当てれば勝負は決まる。対象を破壊する。トランザム、シロ、行くぞ。射程長いね。ただの AI に負けるかよ。取り回しは悪いが威力は抜群だ。直撃させれば勝負は決まる。いけー、綺麗な花火だぜ。攻撃できないよね。みんなあっちから来んね。マジンガーが全然倒してないからな。ブレストバーンでいけるか。ここは継続する。イオンシケッターで仕留めよう。機械なんぞに遅れを取るか。割りやがら。逃げられると思うなよ。これで全機破壊したか。全滅を確認。
お、まだ開いてるんだ。まだ出てくるか。てか中のやつどうしたの？あの怪しいやつ。ああ。いるじゃん。バングレイコックピット、ミネラルウォーターなんだ。戻ってきたか。でもヤマトエネルギーないんじゃないの？大艦隊だ。沈んだ。
あー、もう連れてる。そうするとまあちょっとお金を取っときたいからな。ヒッケバインとグルンガスト、これをエネルギーを鍛えたらちょっとお金取っとくか。よし、スキルルートちょっと見るか。ヒット&ウェイね、まあ欲しいといえば欲しいけど、エースパイロットになるとどうなるかだよね出撃とするときに気力がプラス5になってればそれはそれでいいんだけど、どれほどの効果があるかわからないからな。あとここのラインはそんなに必要ないかな。闘争心、気力プラスと気力限界突破か。確かにな、つけられる数に制限はなさそうだからね。気力限界突破全員つければ、まあ結構攻撃力の底上げにはなるけど、とりあえずまあ取っておきますか。というところで、じゃあ第8話、大宇宙の墓場はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。